部所属ペコラマミーです。何が偽物ペコで、将来こうなんだよペコちゃんも。ちゅうわけで、はい、マミー聞いてー。こんばんは、ママライズペコラマミーです。はい、実はリスナーさん、ちょっとマミーに会いたいって言ってるけど、ママの日どう？マミーがいいよ、全然行くよって、まあ、言ってくれたので、まあ久しぶりにね、まあ、リスナーさんもマミーに会いたいかなと思い、ペコアラが、娘のペコラがマミーに母の日料理を作ってあげたいなと思うペコなんですけども、母としてはどうペコですか？嬉しい、やっぱり嬉しいよ。嬉しい、うん、だってみんなのママでないよね。うん、みんなのママ、みんなのママじゃないよ、あんた。ペコーラのママね。で、この小汚いいつもの、フライパンでペコーラは、やっていきますと。小汚いの来たーって、料理してるしゅうこねえ、ママ、あのさ、フライパンとかってさ、汚れてたらさ、あれなんだなって、料理してるんだなって思うよね。ちょっと今度新しいの用意してあげるね。もう完全に汚いって言ってるじゃん。声が優しいの、マミーだって。でもペコーラも声優しいよね。ポンペコママライブ所属ペコラマミーです。やっぱさ、親子だから声似てるんじゃない？似てない。あなたのってなんかツーンって言ってるでしょ、声が。それ褒めてないよね。褒めてるよ。そう、マミーの初配信終わった後に、もうマミーのさ、あの見せたじゃん、あのファンアート、ママのイラストがねえ、出たの。みんなありがとうね。これからも待ってます。はい、そしたらご飯入れます。あまり押すとさ、 お餅みたいになっちゃう。あのさ、何押してないし、これは押したとしても大丈夫なやつペコなの。そうなの？あれ嫌われるよ。あーた一回前科持ってるよ。お兄ちゃん泣かした前科持ってんだから、ペコちゃん泣かしたら大変だよ。何、お兄ちゃんなんで泣いたんだっけ？家で料理を作らなきゃいけないみたいな、学校の宿題みたいなのがあったじゃん、うん、思った通りにできないのか分かんないけど、完璧主義者でしょ、うちのお兄ちゃんって。そうだね。ペコちゃんが見たところでは、マミーが急に泣いてても料理は完成しないよって言ってて、あんた泣かせてたんだよ。ペコちゃん、何？今日母の日だよね。なんでマミーのこといじめるの？ねえ、みんな真ん中でしょ、うん、あ、よくぞ分かった、真ん中です。うん、だって真ん中はもう完璧じゃなきゃ学校にも行けなかったじゃん。あーね、そう、完璧でなくって行けたのはペコちゃんだけだね。母の日だからってペコーラのことディスって言うわけじゃねえんだからな、マジで。その上に乗るのね、トッピングされるんだ。マミー、味ちょっと言って。うん、美味しい。美味しい美味しい。あ、これが娘の力。エビフライ、エビフライは焦げてない方食べていい？え？わ、サクッつってるじゃん、うん、サクッって美味しいんだけど、うん、ねえ、美味しいんだけど、だけど美味しそうじゃないんだけど顔が。いや、でもありがとう。あそれでは皆さん、またマミーに会えるのは何年後か分かりません。おつぺこーした。知ってるね、おつぺこでした。